こんにちは。今回は日本の中心に位置する中部地方の自然環境とその特色について深掘りしてみたいと思います。地形や気候、それが人々の生活にどのような影響を与えているのか、一緒に学んでいきましょう。この動画の目的は、中部地方の自然環境とその特色を理解すること、そしてそれがどのように地域の人々の生活に影響を与えているのかを明らかにすることです。本編では、まず中部地方を3つの地域、東海、中央高知、北陸に分けて、それぞれの気候の特色に関して雨温図を使用して解説します。その後、これらの気候や地形の特色が地域の生活にどのような影響を持っているのかを考察します。東海の気候と特色。東海地方は愛知、岐阜、静岡、三重の4県からなる地域であり、日本の太平洋側に位置することから、特有の気候特性を持っています。この気候に適した稲作や果物の栽培が行われており、地域の人々の主要な生計となっています。夏の高温多湿の理由。東海地方は太平洋高気圧の影響を強く受けるため、夏季には高温となりやすいです。加えて、梅雨前線や台風の影響を受けやすい地域であるため、湿度が高くなる日が多いです。特に梅雨の時期には連日の雨が特徴的です。冬の温暖乾燥の理由。冬季は太平洋側の特性として、西高東低の気圧配置となることが多く、これが暖かく乾燥した冬をもたらします。しかしこれは特に海岸部で顕著で、内陸部に入ると冷え込みが強くなることも。稲作や果物の栽培の関係性。高温多湿な夏は水田を持つ稲作にとって最適な環境を提供します。特に豊田や岐阜などの平野部では大規模な稲作が行われています。また三重や静岡は気候が暖かく、冬も穏やかなため、みかんやメロン、いちごなどの果物の生産が盛んです。静岡県のみかんや三重県の伊勢茶は全国的にも知られています。地域の人々の生活との関連。稲作や果物の栽培は地域経済や食文化、祭りなどの文化的側面にも大きく影響しています。例えば収穫を祝う祭りや特産品を使った料理やスイーツが各地に存在しており、地域のアイデンティティとしても受け継がれています。このように東海地方の気候は地域の産業や文化、そして人々の生活に大きな影響を与えています。特に農業に関連する部分では、気候が生産物の種類や品質に直接関わってくるため、地域の特色や魅力としても注目される要素となっています。中央高地の気候と特色。中央高地は山がちな地域であり、夏は涼しく、冬は寒さが厳しいのが特徴です。この地域の人々は山岳信仰や温泉地としての観光、冬場のスキー場など、自然環境を最大限に生かした生活をしています。中央高地は長野、岐阜、静岡、熊本などの県にまたがる広大な山岳地帯です。この地域は独特の地形と気候によって文化や生活様式にも影響を受けています。地形と気候の特徴。中央高地は日本の主要な山脈である日本アルプスを中心とした地域です。そのため高地特有の気候を持っています。夏は山の涼しい風が吹き抜け、高原の気候により過ごしやすい温度が続きます。一方、冬は内陸性気候の影響を受け、雪が降り、気温も大きく下がることが多いです。生活と文化の関係性。山岳信仰。高知には古くから山岳信仰が根付いており、多くの神社や寺院が山の中腹や頂上近くに存在します。例として修験道の修行者が多く集まる穂高神社などが挙げられます。温泉地。地熱活動が盛んなこの地域には数多くの温泉地が点在しています。諏訪、伊東、湯田中などそれぞれの温泉地が独特の泉質や効能を持ち、多くの観光客を引き寄せています。スキー場。冬の豪雪はスキーやスノーボードを楽しむ場として利用されています。長野県の白馬や野沢温泉は冬の観光地として国内外から多くの観光客を迎え入れています。
自然との共生。中央高地の住民は厳しい自然環境の中での生活を通じて自然との共生の重要性を学んできました。その結果、農業や林業などの伝統的な産業も継続されており、地域の特色として観光客に紹介されています。中央高地はその気候や地形、自然環境を生かした独特の生活や文化を持っています。自然との調和を大切にしながら観光や産業を発展させるこの地域は、日本の多様な文化や伝統を体感することができる魅力的な場所と言えるでしょう。北陸の気候と特色。北陸地方は日本海側に位置し、冬には豪雪地帯として知られることから、農業や漁業が主要な産業となっています。地域の人々は雪と共存する生活や新鮮な魚介類を中心とした食文化を楽しんでいます。気候の特徴。豪雪地帯。北陸地方は冬季に西からの季節風が日本海の上で湿った空気を運び、降雪として積もるため日本でも有数の豪雪地帯として知られます。特に内陸部の山間地では雪深い冬を迎えることが多いです。湿潤な気候。日本海側特有の湿った気候は農業にも影響を及ぼしています。この気候がもたらす雨量は稲作には適していると言われています。生活と産業の関係性。農業。豊富な水源と肥沃な土壌を生かし、特に米の生産が盛んです。さらに冬の雪が溶けてできる清らかな水は地下水として利用され、地酒の生産にも貢献しています。漁業。日本海沿岸は新鮮な魚介類が豊富に取れることから、漁業も大きな産業として位置づけられています。特にノドグロやズワイガニ、白エビなどは北陸地方の名産として全国に知られています。文化と生活。雪との共存。北陸の人々は長い歴史を通じて雪と共存する生活を築き上げてきました。雪祭りや雪だるま作り、雪見酒など雪を楽しむ文化も根付いています。食文化。日本海の新鮮な魚介類を中心とした食材は地域の食文化に深く影響を与えています。特に魚の干物や加賀野菜、お寿司、温かい鍋料理などは冬の寒さを忘れさせてくれる北陸の代表的な食事です。北陸地方は独特の気候と豊かな自然環境が生み出す文化や生活様式が魅力的な地域です。気候の厳しさを乗り越えて築き上げられた独自の生活や食文化を深く理解することで、北陸の魅力をさらに感じることができるでしょう。まとめ、中部地方は地形や気候の多様性があり、それぞれの地域に合わせた生活や産業が発展してきました。これらの自然環境が地域の人々の生活や文化に大きな影響を与えています。地域ごとの違いを理解することで中部地方の魅力や多面性をより深く感じることができるでしょう。今回の動画で中部地方の自然環境の特色について学びました。皆さんも中部地方を訪れる際はこれらの特色を思い浮かべながら旅行を楽しんでみてください。次回もさらに興味深いテーマでお会いしましょう。それではまた次回。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。